オスマン帝国は、チュルク系のオスマン系出身の君主をいただく多民族帝国。英語圏では、オットマン帝国と表記される。15世紀には、東ローマ帝国を滅ぼしてその首都であった、コンスタンティノープルを征服、この都市を自らの首都とした。17世紀の最大半島は、中東からアフリカ、欧州に著しく拡大し、東西はアゼルバイジャンからモロッコにいたり、 南北はイエメンからウクライナ、ハンガリーに至る広大な領域に及んだ。アナトリアの片隅に生まれた将君公国から発展したイスラム王朝であるオスマン朝はやがて東ローマ帝国などの東、ヨーロッパキリスト教諸国、マムルーク朝などの西アジア、北アフリカのイスラム教諸国を征服して地中海世界の下半を追いつくす世界帝国たるオスマン帝国へと発展した。 その出現は、聖王キリスト教世界にとって、オスマンの衝撃であり、15世紀から16世紀にかけて、その影響は大きかった。宗教改革にも、間接的ながら、影響を及ぼし、神聖ローマ帝国のカール五世が持っていた、聖王の統一とカトリック的世界帝国構築の、夢を挫折させる主因となった。そして、 トルコの脅威に脅かされた神聖ローマ帝国は、トルコ勢を新設、中世奉献体制から絶対王政へ移行することになり、その促進罪としての役割を務めた。ピョートル一世がオスマン帝国を圧迫するようになると、神聖ローマがロマの不調を支援して前線を南下させた。19世紀中頃に、英仏が地中海規模で半ト分割を実現した。 オスマン債務管理局が設置された世紀末からドイツ帝国が最後まで残っていた領土アナトリアを開発した。このような経緯からオスマン帝国は中央同盟国として第一次世界大戦に参戦し敗れた。敗戦後の講和条約のセーブル条約は列強によるオスマン帝国の解体といえる内容だったために同条約に反対する勢力がアンカラに 共和国政府を樹立し、1922年にはオスマン家のスルタン制度の廃止を宣言。メフメト6世は亡命した。1923年にはアンカラ政府がトルコ共和国の建国を宣言し、1924年にはオスマン家のカリフ制度の廃止も宣言。結果、アナトリアの国民国家トルコ共和国にとって変わられた。 英語で、オスマン帝国をオットマンタークス、ターキッシュエンパイアーと呼んだことから、かつては、オスマントルコ、トルコ帝国、オスマントルコ帝国、オスマンアサトルコ帝国とされることが多かったが、現在は、オスマン帝国あるいはターンに、オスマン朝と表記するようになっており、オスマントルコという表記は使われなくなってきている。これは、君主の出自は、トルコ系で宮廷の言語も、 オスマン語と呼ばれるアラビア語やペルシア語の語彙を多く取り込んだトルコ語ではあったが支配階層には民族、宗教の枠を超えて様々な出自の人々が登用されており国内では多宗教、多民族が共存していたことから単純にトルコ人の国家とは規定し難いことを根拠としている事実、オスマン帝国の内部の人々は滅亡の時まで決して自国を トルコ帝国とは称さず、オスマン家の崇高なる国家、オスマイ国家などと称しており、オスマン帝国はトルコ民族の国家であると認識するものは帝国の最末期までついに現れなかった。つまり、帝国の実態からも正式な国語という観点からもオスマントルコという呼称は不適切であり、オスマン帝国をトルコと呼んだのは実は外部からの通称に過ぎない。なお、 オスマン帝国の後継国家であるトルコ共和国は正式な国語をに初めてトルコという言葉を採用したがオスマン帝国を指すにあたってはオスマン帝国にあたるオスマンル・インパラターラグやオスマン国家にあたるオスマンル・デブルタイの表記を用いるのが一般的でありオスマン朝トルコ帝国という言い方は現地トルコにおいても行われることはない歴代皇帝についてはオスマン家を参照 オスマン帝国は、後世の歴史伝承において、始祖スマン一世が、アナトリア西北部に勢力を確立し、新政権の王位に就いたとされる1299年を建国年とするのが通例であり、帝政が廃止されて、メフメト六世が廃位された1922年が、滅亡年とされる。もっとも、オスマン朝の初期時代については、同時代の史料に乏しく、 史実と伝説が混然としているので、正確な建国年を特定していくことは難しい。初期オスマン帝国の騎兵13世紀末に、東ローマ帝国とルームセル獣ク朝の国境地帯であったアナトリア西北部ビレジクに現れたトルコ人の遊牧部族長オスマン一世が率いた軍事的な集団がオスマン帝国の起源である。この集団の性格については、 オスマンを指導者としたムスリムのガーズイが集団を形成したとされる説が、欧州では一般的であるが、遊牧民の集団であったとする説も根強く、未だに決着はされていない。彼らオスマン集団は、オスマン一世の父エルトゥグルルの時代に、アナトリア西北部のソユットを中心に活動していたが、オスマンの時代に、 周辺のキリスト教徒やムスリムの少量種、軍事集団と同盟したり戦ったりしながら、次第に領土を拡大し、後にオスマン帝国へと発展するオスマン君公国を築き上げた。1326年頃、オスマンの後を継いだこのオルハンは、即位と同じ頃に東ローマ帝国の地方都市、プロウサを占領し、さらにマルマラ街を隔てて、 ヨーロッパ大陸を望むまでに領土を拡大、アナトリア最西北部を支配下とした上で、東ローマ帝国首都コンスタンティノープルを対岸に、望むスクタリオモシ中に収めた。ブルサは15世紀初頭まで、オスマン国家の行政の中心地となり、最初の首都としての機能を果たすことになる。1346年、東ローマの境地皇帝ヨハネス6世カンタクゼノスは、 後継者争いが激化したため、娘、テオドラをオルハンに嫁がせた上で同盟を結び、オスマンラをアナトリアより呼び寄せて、ダーダネルス海峡を渡らせて、バルカン半島のトラキアに進出させた。これをきっかけに、オスマンラは、ヨーロッパ側での領土拡大を、開始、1354年3月2日にワリポリ、一帯が、地震に見舞われ、城壁が崩れたのに乗じて占領し、共闘をとした。 あとにガリポリスは、オスマン帝国海軍の本拠地となった。オルハンの時代、オスマン帝国はそれまでの辺境の武装集団から、軍港国への組織化が行われた。村と一世と差し違えたと伝承されるミロシオビリチ、ニコポリスの戦い19世紀のヨーロッパの画家によって、描かれたバヤジトとティムールオルハンの小村と一世は、即位するとすぐにコンスタンティノープルと、ドナウ川流域とを結ぶ。 重要拠点アドリアノオープルを占領、ここを第二首都とするとともに、デウシルメと呼ばれるキリスト教徒の指定を強制挑発することによる人材投与制度のシステムを採用して、ジービフ兵軍家にチェリを創設して国政を整えた。さらに戦いの中で降伏したキリスト教系騎士らを再投与して軍に組み込むこともいった。1371年、 マリツァ川の戦いで、セルビア諸公連合軍を撃破、東ローマ帝国や、第二次ブルガリア帝国は、オスマン帝国への侵襲を余儀なくされ、1387年、テッサロニキも陥落、ライバルであったカラマン公国も撃退した。1389年に、コスボの戦いで、セルビア王国を中心とするバルカン諸国、諸公の連合軍を撃破したが、ムラと一世は、 セルビア人貴族ミロシュオビリチによって暗殺された。しかし、その息子バヤジと一世が戦場で即位したため、ことなきを得た上に、コスボの戦いでの勝利は事実上、バルカン半島の名運を決することになった。なお、バヤジと一世は、即位に妻子兄弟を殺害している。以降、オスマン帝国では、定位争いの勝者が兄弟を殺害する慣習が、確立され、 これを兄弟殺しという。バヤジと一世は報復として、セルビア公、ラザル・フレベラノビチをはじめとする、セルビア人らの多くを処刑した。1393年には、タルノボを占領、第二次ブルガリア帝国も瓦解した。しかし、オスマン帝国はそれだけにとどまらず、さらに1394年秋には、コンスタンティノープルを一時的に包囲した上で、ギリシャ遠征を行い、 ペロポネソス半島までがオスマン帝国の占領下となった。これらオスマン帝国の拡大により、ブルガリア、セルビアは完全に侵入、バルカン半島におけるオスマン帝国支配の基礎が固まった。さらに、バヤジト一世はペロポネソス半島、ボスニア、アルバニアまで侵略、ワラキアのミルチャ一世はオスマン帝国の総主権を一時的に認めなければ、 いけない状況にまで陥った上、コンスタンティノープルが数回にわたって攻撃されていた。この状況は、ヨーロッパを侵犯させることになり、ハンガリー王ジギスムントを中心に、フランス、ドイツの騎士団、バルカン半島の諸民族軍らが十字軍を結成、オスマン帝国を押し戻そうとした。しかし、1396年、ブルガリア北部における、 ニコポリスの戦いにおいて十字軍は撃破されたため、オスマン帝国はさらに領土を大きく広げた。しかし、1402年のアンカラの戦いで、ティムールに敗れ、バヤジと一世が捕虜となったため、オスマン帝国は1413年まで空位状態となり、さらにはアナトリアを含むオスマン帝国領がティムールの支柱に収まることになった。バヤジとキき後のアナトリアは、 オスマン朝成立以前のような各軍公国が並立する状態となった。このため東ローマ帝国はテッサロニキを回復、さらにアテネ公国も一時的ながらも平穏な日々を送ることができた。バヤジトの米フメ一世は1412年に帝国の再統合に成功して湿地を回復し、その小村と二世は再び襲来した十字軍を破り、 バルカンに安定した支配を広げた。こうして高まった国力を背景に1422年には、再びコンスタンティノープルの包囲を開始。1430年には、テッサロ2期、ヨアニナを占領。1431年には、エペーロス全土がオスマン支配下となった。しかし、バルカン半島の諸民族はこれに対抗。 ハンガリーの英雄フニャディアーノ氏は、オスマン帝国軍を、たびたび撃破し、アルバニアにおいても、アルバニアの英雄、スカンデルベグが1468年に死去するまで、オスマン帝国軍を押し戻し、アルバニアの独立を保持するなど活躍したが、後にフニャディは1444年のワルナの戦い、1448年のコスボの戦いにおいて敗北、モレア、アルバニア、ボスニア、 ヘルツェゴビナを除くバルカン半島がオスマン帝国占領下となった。それ以前、東ローマ帝国皇帝ヨハネス8世、パレオロゴスは西ヨーロッパからの支援を受けるために1438年から1439年にかけてフィレンツェ公会議に出席、東西協会の合同決議に署名したが、結局西ヨーロッパから援軍が向かうことはなかった。 1445年から1446年、後に東ローマ帝国最後の皇帝となる、コンスタンティノス11世、パレオロゴスがギリシャにおいて一時的に勢力を回復、ペロポネソス半島などを取り戻したが、オスマン帝国はこれに反撃、コリントス地況のヘキサミリオン要塞を攻略して、ペロポネソス半島を再び占領したが、メフメト1世と時代村と2世の時代は、 失地回復に費やされることになった。オスマン帝国の領土拡大1453年、村と二世の米譜と二世は、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを攻略し、ついに東ローマ帝国を滅ぼした。コンスタンティノープルは、以後オスマン帝国の首都となった。また、これ以後徐々にギリシャ語に由来するイスタンブールという、故障がコンスタンティノープルに代わって用いられるようになった。 そして1460年、ミストラが陥落、ギリシャ全土がオスマン帝国領となり、オスマン帝国によるバルカン半島支配が確立した。陥落後、シャーリアに従うことを余儀なくされた、コンスタンティノープルでは略奪の嵐が吹き荒れた。略奪の後、市内へ入ったメフメトニスイは、コンスタンティノープルの人々を親民として保護することを宣言、さらに都市の再建を開始。 モスク、病院、学校、水道、市場などを構築し、自らの宮廷をも建設して、コンスタンティノープルの再建に努めた。コンスタンティノープルの征服に反対した名門、チャンダルル家出身の大宰相チャンダルルハリルパシャを粛清し、メフメト2世は、スルタン権力の絶対化と、国家制度の中央集権化の整備を推進したことにより、 トルコ系の有力な一族らは影を潜めその代わりに、セルビア人のマフムトパシャ、ギリシャ人のルムメフムトパシャのように、トルコ人以外の人々が重きをなすようになった。コンスタンティノープルを征服した後も、メフメト2世の征服活動は継続された。バルカン半島方面では、ギリシャ、セルビア、アルバニア、ボスニアの征服を達成した。また、 国会沿岸に点在するジェノバの植民都市の占領。1460年にはペロポネソスのパレオゴロスケモレア先成功国を、1461年にはトレビゾンド帝国を征服東ローマ帝国の残党はすべて消滅することになり、さらには1475年のクリミア反国を総資権下に置くことに成功。ワラキアモルダビアも後に、 オスマン帝国へ侵入することになる。そしてメフメト二世はガリポリを中心に海軍の増強に着手、イスタンブールと改名されたコンスタンティノープルにも造船所を築いたため、オスマン帝国の海軍力は著しく飛躍した。そして15世紀後半にはレスボス、サモス、タソス,ス、レムノス、プサラといったジェノバの支配下にあった島々を占領、このため、 国会北岸やエーゲ海の島々まで勢力を広げて、国会とエーゲ海をオスマンの内海とするに至った。一方、アナトリア半島方面では、白洋町の英首ウズンハサンが、東部アナトリア、アゼルバイジャンを基盤に勢力を拡大していたため、衝突は不可避となった。1473年、東部アナトリアのオトゥルクベリの戦いで、ウズンハサンを破ったオスマン町は、 中部アナトリアを支配下に置くことに成功した。メフメと二世の後を継いだバヤジと二世は父とは異なり積極的な拡大政策を打ち出すことはなかった。その背景には宮廷内の定位提唱問題があった。バヤジと二世の弟であるジェムはロドス島、フランス、イタリアへ逃亡し、常にバヤジとの反対勢力に祭り上げられる状態が続いていたからである。 スレーマン一世、バヤジト二世の弱腰の姿勢を批判していたセリムがセリム一世として1512年に即位した。セリムの積極外交は東部アナトリアとシリアエジプトに向けられた。東部アナトリアでは白妖朝の後をサファビー帳が襲っていた。1514年、チャルディラーンの戦いでサファビー帳の野望を打ち砕くと、 1517年には、オスマン・マムルーク戦争で、エジプトのマムルーク朝を滅ぼして、イスラム世界における支配領域をアラブ人居住地域に拡大し、またマムルーク朝の持っていたイスラム教の2、大聖地マッカとマディーナの保護権を掌握してスンナ派、イスラム世界の名手の地位を獲得した。この時、セリム一世が、マムルーク朝の庇後下にあったアッパース朝の末裔から、 カリフの称号を譲られ、スルタンイコールカリフ制を創設したとする伝説は19世紀の創作で史実ではないが、イスラム世界帝国としてのオスマン帝国が、マムルーク朝の平等によって一つの到達点に達したことは確かである。スレイマン一世の時代、オスマン帝国の国力は最も充実して、軍事力で他国を圧倒するに至り、その領域は中央ヨーロッパ、 北アフリカにまで広がった。ペルシア湾インド洋方面ポルトガルマムルーク海戦では、1507年にポルトガル海上帝国がホルムズ占領に成功。1509年にディーユでインド洋の政海権をめぐるディーユ沖海戦で、グジャラートスルターアンアサ、マムルークアサ、カリカットの領主ザモリン、オスマン帝国の連合艦隊を破った。ロバート・シャーリーに率いられた。 イングランド人冒険団によってペルシア軍が近代化され、1622年のホルムズ占領でイングランドペルシア連合軍がホルムズ島を占領し、ペルシャ湾からポルトガルとスペインの貿易商人を追放するまでこの状態が続いた。インドネシア方面1569年、スレーマンはインドネシアのアチェ王国のスルタンであるアラウディン、アルカハルの要請に応じて、 艦隊を派遣した。この時艦隊は、マラッカ海峡まで行き、ジョホール王国、ポルトガル領マラッカへ攻勢をかけた。エジプトシリアアラビア半島方面東では、サファビー町と激突、1514年に、サファビー町をアナドリアから駆逐すると、さらには、イラクのバグダードを奪い、南ではイエメンに出兵して、アデンを征服した。ポルトガルマムルーク海戦では、 オスマンとエジプトは、対ポルトガルの同盟国だったが、オスマン・マムルーク戦争では、1516年のマルジュ、ダービクの戦い EN、バトル・オブ・ヤニツ・カーンと1517年のリタニアの戦いで、セリム一世によってマムルーク朝、エジプトが征服され、エジプト・シリア・アラビア半島が続領となった。1522年、時代スレーマン一世の時にムスタフ・ァ・パシャが、 エジプト州の二代目総督となったが、その配下となるカーシフの大部分は依然として、マムルーク朝で軍人を務めた人物が就任していた。1523年にはそのマムルーク長兄のカーシフが反乱を起こし、さらに1524年には新たな州総督に就任していたアフメトパシャが反乱を起こした。この反乱で、アフメトパシャはローマ教皇にまで援助を求めたが、 結局、アフメト・パシャは、オスマン帝国の鎮圧軍が到着する以前に、内部対立で殺害された。この反乱を受けた、スレイマン一世は大最小、イブラヒム・パシャを送り込んで、支配体制の強化を図り、次の州総督に就任したスレイマン・パシャは、タフリールを実施して、徴税面を強化した。さらにスレイマン・パシャは、商業施設などを建設して、枠布を設定。 以後の総徳らも、積極的な建設活動や、宗教的寄進を行い、マムルーク朝色の濃いままであった状況を、オスマン帝国色に塗り直した。地中海、北アフリカ方面プレベザの海戦丸多方位戦、セールモトリでの寒楽レパンとの海戦五百十六年、オスマン帝国のミココルクとの公的支援を受けた、バルバリア海賊のバルバロス・ウルージと、バルバロス・ハイレッディン兄弟が、 アルジェ占領に成功。1517年には、ザイアンの首都トレム戦に進行し、ウルージは戦死したもののトレム戦陥落が成功。オスマンアルジェリアを設置。会場では、1522年のロドス包囲戦では、ムスリムに対する海賊行為を行っていた、ロドス島の西洋ハネ騎士団と戦って、これを駆逐し、東地中海の聖海権を握った。 1529年1月に戦線復刻し、5月にはアルジェ要塞を落としてアルジェ占領に成功。10月にフォルメンテーラ島での戦いでスペイン戦を駆逐。1534年にはチュニス征服に成功。1535年にハフスアサとスペインイタリア連合軍による奪還作戦でチュニスを失還。バルバロスハイレッティンは脱出の途上で、 魔王略奪を行った。1536年、フランスオスマン同盟を密かに締結。1538年のプレベザの海戦で、アルジェリアに至る地中海の聖海圏の掌握に成功した。1540年10月、アルボラン島の海戦。1541年10月、カール五世が申請して、アルジェンセを行い、キリスト教徒への海賊行為をやめさせた。 1545年にバルバロスが引退。1546年には公認に、ソコルルメ・フメト・パッシャを抜擢した。1550年にトレム戦を占領し、ザイアーン朝を滅亡させた。1551年にトリポリ包囲戦に成功し、オスマン・トリポリタニアを設置。スレーマン一世は密かに、バロアーサ、フランス王のフランスは一世と同盟していたため、 イタリア戦争に派兵して、干渉戦争を実施した。1555年に、アルジャのサリフレースが、ベジャイア占領に成功。1556年のオーラン包囲戦では、オーランが包囲されている間に、モロッコ人もトレム戦を包囲し返し、作戦は、失敗に終わった。1560年5月にピアーレ・パシャが、チュニジア沖のジルバ島で行われたジェルバの海戦で、大勝。 1565年、マルタ包囲戦で、オスマン帝国が最初の敗北を起死し,し、大きな被害を出した。1566年9月6日に、スレーマンが死去し、その死から5年後の1571年、レパントの海戦で、オスマン艦隊は、スペイン連合艦隊に大敗したものの、しばしば言われるようにここで、 オスマン帝国の勢力がヨーロッパ諸国に対して劣勢に転じたわけではなく、その国力は依然として強制であり、また地中海の政界権が一丁にオスマン帝国の手から失われることはなかった。そして1571年に占領されたキプロスは単独でキプロス州を形成することになった。クルチアリのオスマン帝国艦隊は敗戦から半年で同規模の艦隊を再建し、 1573年にはキプロス島、翌1574年にチュニスを攻略し、ハフス・アサを滅亡させた。オスマン・チュニスを設置。17世紀にクレタ島が新たに占領されると、クレタ島も単独のクレタ州となった。対ロシア戦ロシアツァーリ国のイヴァン四世は、1552年の火山包囲戦で火山反国を併合。 1554年にアストラハンハン国を従属国化した。旧、ジョチウルス領のうち残っていたクリミアハン国とロシアとの対立が深まると、1568年にセリム二世及びソコルルメフメトパシャはアストラハン遠征を起こした。この戦いで勝利したロシアによるアストラハンハン国支配が確定したものの、この戦いは長期にわたるロト戦争の初戦に過ぎなかった。 この戦いで、ソコルルメフメト・パッシャは、ロシアだけでなく、サハビー朝をも建制する目的で、ボルガドン・運河の建設を試みたが失敗に終わった。ヨーロッパ方面過去に、オスマン帝国地下のバルカン半島は、オスマン帝国の圧政に敷いたげられた暗黒時代という評価が主流であった。しかし、これらの評価は19世紀に、バルカン半島の各民族が独立を目指した際に、 政治的意味合いを込めて評価されたものであり、オスマン帝国支配が強まりつつあった16世紀は、それほど過酷なものではないという評価が定着しつつある。これらのことから、オスマン帝国によるバルカン半島統治は16世紀末を境に、前後の2つの時代に分けることができる。オスマン帝国が勢力拡大を始めたとき、第2次ブルガリア帝国は、セルビア人の圧力により、 崩壊寸前であり、さらにそのセルビアも、ステファン・ドゥシャンが死去したことによりが開始始めていた。これらが表すように、第4回十字軍により分裂崩壊していた東、ローマ帝国なき後、バルカン半島は互いに反目状態にあり、分裂状態であった上、オスマン帝国をバルカン半島へ初めて招いたのは内紛を続ける東ローマ帝国であった。このため、 アンカラの戦いにおいて混乱をきたしたオスマン帝国への反撃もままならず、またバルカン半島において大土地所有者の圧迫に悩まされていたバルカン半島の農民らはしばしばオスマン帝国の進出を歓迎してこれにこうすることもあった。陸上においては1521年のベオグラードの征服1526年のモハーチの戦いにおける ハンガリー王国に対しての戦勝、1529年の第一次ウィーン包囲と続き、クロアチア、ダルマチア、スロベニアも略奪を受けることになった。15世紀以降、ギリシャはオスマン帝国に併合されるにつれてルメリ州に編入されたが、1534年、地中海州が形成されたことにより、バルカン半島を中心とする地域がルメリ州。 バルカン本土とエーゲ海の大部分が地中海州に属することになった。オスマン家とハプスブルク家の対立構造がヨーロッパ外交に持ち込まれることとなった。その結果がハプスブルク家と対立していたフランスのフランソワ一世に対してのカピチュレーション付与となった。なお、スレーマンは同盟したフランスに対しカピチュレーションを与えたがカピチュレーションはフランス人に対して オスマン帝国領内での違い方権などを認めた。一方的な特権を認める不平等性はイスラム国際法の規定に基づいた合法的な運転であり、カピチュレーションは間もなくイギリスをはじめ諸外国に認められることになった。しかし絶頂期のオスマン帝国の実力のほどを示すステータスであったカピチュレーションは、 帝国が衰退へ迎え出した19世紀には、西欧諸国によるオスマン帝国への内政干渉の足がかりに過ぎなくなり、不平等条約として重くのしかかることになった。スレーマンは、1566年9月に、ハンガリー遠征のシゲトバール包囲戦の最中に、沈没し、ピロスの勝利で終わった。ソコルルム・フメト・パシャは、1571年に、 ソコルルム・フメト・パシャ・ハシの建設を、見回る水難に開始させ、1577年に完成した。軍事構造の転換、スレイマンの地位性は、このように輝かしい軍事的成功に彩られ、オスマン帝国の人々にとっては、建国以来オスマン帝国が形成してきた国政が、完成の域に達し、制度上の破綻がなかった理想の時代として記憶された。しかし、 スレーマンの知性は、オスマン帝国の国政の転換期の始まりでもあった。象徴的には、スレーマン以降、君主が人頭に立って出生することはなくなり、政治すらも、ほとんど大宰相が担うようになる。オスマン帝国下の住民は、アスカリとレアヤーの二つに分けられていた。アスカリは、オスマン帝国の支配層であり、オスマン帝国の支配者層に属する者とその家族。 従者で形成されており、軍人、初期、法学者なども属していた。これに対して、レアヤーは、非支配層であり、農民、都市民など、あらゆる制御に携わる人々が属していた。ただし、19世紀に入ると、競技的にオスマン帝国支配下のキリスト教系農民に対して、用いられた例もある。アスケリは免税、武装、気上の特権を有しており、 レアヤーは納税の義務を負っていた。ただし、アスケリ層に属する人々が全てムスリムだったわけではなく、また、レアヤーも非ムスリムだけが属していたわけではない。そして、その中間的位置に属する人々も存在した。オスマン帝国の前世紀を謳歌したスレーマン一世の時代ではあったが、同時期に軍事構造の転換、すなわち、家法での武装及び、 常備軍の必要性が求められる時代に変容していった。その結果、不評であるイエニチェリを核とする常備軍の重要性が増大した。しかし、イエニチェリという形で常備軍が整備されることは裏を返せば、在地の騎士であるスイーパーヒー層の没落とイエニチェリの政治勢力としての対等を意味した。それに応じてスイーパーヒーに軍役と引き換えに一つの税源からの 徴税権を付与していた従来のティマール制は消滅し、代わって徴税権を競売に付して購入者に受け負わせる徴税受け負い制が財政の主流となる。従来このような変化はスレーマン以降の帝国の衰退として捉えられたが、しかしむしろ帝国の政治、社会、経済の構造が世界的な趨勢に応じて大きく転換されたのだとの議論が現在では一般的である。 制度の項で口述する高度な官僚機構は、むしろ、スレーマン後の17世紀になって、発展を始めたのである。繁栄の裏では、スレーマン時代に始まった宮廷の士官から危機が、進んでいた。1578年に、オスマン・サファビー戦争が始まると、1579年に、スレーマン時代から帝国を支えた、大最小ソコルルメ・フメトパシャがサファビー・アサ・ペルシアの、 患者によって暗殺されてしまった。以来、宮廷にこもりきりになった君主に代わって、政治を支えるべき、大宰相は頻繁に交代し、さらに17世紀前半には、君主の母妃たちが牽制を振るって、清掃を繰り返したため、政治が混乱した。しかも経済面では、16世紀末頃から、新大陸産の銀の流入による物価の高騰や、 トランシルバニアをめぐるハプスブルク家との紛争は1593年から13年間続くこととなった。また、イラク、アゼルバイジャン、ジョージアといった帝国の東部を形成する地方では、アッパース一世のもと、軍事を立て直したサハビー朝との対立が17世紀に入ると、継続することとなった。中央、ヨーロッパ及び帝国東部の領域を維持するために、 軍事費が増大し、その結果、オスマン帝国の財政は、慢性赤字化した。極端なインフレーションは、流通通貨の急速な不足を招き、銀の不足から、従来の半分しか銀を含まない質の悪い銀通を、改中するようになった。帝国内に流通すると深刻な信用不安を招き、イニチェリたちの不満が蓄積し、1589年には、彼らの反乱が起こった。 経済の混乱は17世紀まで続くこととなった。さらには、アナトリアでは、ジェラーリーと呼ばれる暴徒の反乱が頻発することとなり、オスマン帝国は東西に軍隊を割いていたため、彼らを鎮圧する術を持たなかった。1608年を頂点に、ジェラーリーの反乱は収束を迎えるが、その後、首都イスタンブールでは、スルタン継承の抗争が頻発することとなった。 そのような情勢のも六1645年に起こった、ベネツィア共和国とのクレタ戦争では勝利したものの、1656年のダルダネスの戦いでは、ベネツィア艦隊による海上封鎖を受け、物流が滞り、物価が高騰した首都は、暴動と反乱の危険にさらされることになった。この危機に際して、大宰相に抜擢されたキプルルメフメトパシャはを掌握して、 事態を収集したが4年で急成。しかし息子、キョプリル,ル・アフメト・パシャが続いて、大宰相となり、父の政策を継いで国政の立て直しに尽力した。2>, 2代続いた、キョプリル,ル家の政権は、当時オスマン帝国で成熟を迎えていた、官僚機構を掌握、安定政権を築き上げることに成功する。戦術した。 オスマン帝国の構造転換は、キョプルル期に安定し、一様の完成を見た。キョプルル期の失勢期に、オスマン帝国は、クレタ島やウクライナにまで領土を拡大、さらには、ベネツィアが失った、クレタ島の代わりに得たギリシャにおける、各地域の大部分を支中に収めたため、スレーマン時代に勝る、最大半島を達成したのである。しかし、キョプリル,ル・メフメトパシャのムッコからムスタファパシャは、 光明神から1683年に第二次ウィーン包囲を強行してしまう。一時は包囲を成功させるも、ポーランド王ヤン三世ソビエスキ率いる欧州諸国の援軍に敗れ、16年間の戦争状態に入ることになる。戦後、1699年に結ばれたカルロビッツ条約において、史上初めてオスマン帝国の領土は削減され、東欧の派遣は、 ハプスブルク家のオストリアに奪われてしまう。さらには1700年には、ロシアとスウェーデンの間で起こった大北方戦争に巻き込まれてしまい、スウェーデン王カール12世の逃亡を受け入れたオスマン帝国は、ピョートル1世の地下で国力の増大に著しい、ロシア帝国との苦しい戦いを強いられた。ロシアとは、1711年のプルート川の戦いで、 有利な講和を結ぶことに成功するが、続く、オード戦争のために、1718年のパッサロビッツ条約で、セルビアの重要拠点ベオグラードを失ってしまう。アフメト三世の時代の祝祭の様子、王子の活例を祝う様子を描く。このように、17世紀末から18世紀にかけては、軍事的衰退が表面化したが、他方で、西欧技術、文化の吸収を図り、 後期のオスマン文化が成熟していった時代でもあった。中でも、アフメト三世の大祭相ネフシェヒルリ、ダマトイブラヒムパシャの失政時代においては、対外的には、融和政策が取られ、太平を謳歌する雰囲気の中で西方の文物が取り入れられて、文化の円熟期を迎えた。この時代は、西欧から逆輸入されたチューリップが装飾として流行したことから、 チューリップ時代と呼ばれている。また1722年には東方のイランペルシアでアフガン人の侵入を契機にサファビー朝が崩壊した。オスマントルコはこの混乱に乗じて出兵する。しかしホラサーンからナービルシャーが登場し、イラクとイラン高原における戦況は徐々にオスマン側列勢へと動き始める。浪費政治への不満を募らせていた人々はパトロナハリルと共に パトロナ・ハリルの乱を起こして、君主と大祭祥を交代させ、チューリップ時代は終焉するに至った。やがてロト戦争が終結し、その講和条約である1739年の、西条約とベオグラード条約が締結され、ベオグラードを奪還。1747年に、ナービルシャーが没すると戦争は止み、オスマン帝国は、平穏な18世紀中央を迎える。この間に、 地方では、朝税受け負い制を背景に、地方の朝税権を掌握した、アーヤーンと呼ばれる地方名手が台頭し、彼らの手に支えられることで緩やかな経済発展が進んでいた。しかし、産業革命の波及により急速な近代化への道を歩み始めたヨーロッパ諸国との国力の差は決定的なものとなり、スレーマン一世時に与えたカピチュレーションを逆に利用することで、 ヨーロッパはオスマン領土への進出を始めることとなった。ギリシャ独立戦争の敗北18世紀末に入ると、ロシア帝国の南下によって、オスマン帝国の将校は破られた。1768年に始まったロット戦争で敗北すると、1774年の旧ュュカ海ナルジャ条約によって、国会の北岸を喪失し、1787年からの ロト戦争にも再び敗れたことで、1792年のヤシ条約では、ロシアのクリミア半島の領有を認めざるを得なかった。改革の必要性を痛感したセリム三世は、翌1793年、ヨーロッパの軍政を取り入れた新式陸軍、ニサームジャディードを創設するが、計画はイエニチェリの反対により頓挫し、逆に敗位に追い込まれてしまう。かつて、 オスマン帝国の軍事的成功を支えたエニチェリは、隊員の世襲化が進み、もはや既得権に固執するのみの旧式軍に過ぎなく、なっていた。この時代にはさらに、18世紀から成長を続けていた、アーヤーンが、地方政治の実権を握り、ギリシャ北部からアルバニアを支配したテペデレンリ、アリーパシャのように、反独立政権の主のように振る舞う者も,も少なくない、ありさまであり、かつて、 オスマン帝国の発展を支えた強固な中央集権体制は無実化した。さらに1798年のナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征をきっかけに1806年にムハンマド・アリーがエジプトの実権を掌握した。一方、フランス革命から波及した民族独立と解放の機運はバルカンのキリスト教徒諸民族のナショナリズムを呼び覚ましギリシャ独立戦争によって ギリシャ王国が独立を果たした。ムハンマド・アリーは、第1次エジプト・トルコ戦争と第2次エジプト・トルコ戦争を経て、エジプトの世襲支配権を中央政府に認めさせ、事実上独立した。これに加えて、バルカン半島への勢力拡大を目指すロシアとオーストリア、勢力均衡を狙うイギリスとフランスの思惑が、重なり合い、19世紀のオスマン帝国をめぐる、 国際関係は右与曲折をたどることとなった。このオスマン帝国をめぐる国際問題を東方問題という。バルカンの諸民族は次々とオスマン帝国から自治、独立を獲得し、20世紀初頭における勢力範囲はバルカンの国一部とアナトリア、アラブ地域だけとなってしまう。オスマン帝国はこのようにミカド国内外からの挑戦に対して、 王戦に回るしかなく、ヨーロッパの品種の病人と呼ばれる惨状を露呈した。しかし、オスマン帝国はこれに対してただ手をこまねえていた、わけではなかった。1808年に即位したマフムト2世は家にチェリを廃止して、軍の西欧化を推進し、外務、内務、財務3省を新設して、中央政府を近代化させ、翻訳局を設置し、留学生を西欧に派遣して、 人材を育成した。さらには、アーヤーンを討伐して、中央政府の支配の再確立を目指した。また1839年に、アブデュルメジト一世は改革派官僚、ムスタファレシトパシャの起草した、ギルハネ直令を発布し、全面的な改革政治を開始することを宣言、行政から軍事、文化に至るまで、西欧的体制への転向を図るタンジマートを始めた。 タンジマートのもとでオスマン帝国は中央集権的な官僚機構と近代的な軍隊を確立し西欧型国家への転換を進めていった。1853年にはロシアとの間でクリミア戦争が起こるがイギリスなどの加担により際どいながらも勝利を収めた。この時イギリスなどに改革目標を示して支持を獲得する必要に迫られた。 オスマン帝国は1856年に改革直令を発布し、ヒムスリムの権利を認める改革をさらに進めることを約束した。こうして第2段階に入った短時マートでは、宗教法と西洋近代法の設置を目指した新法典の制定、近代教育を行う学校の開設、国有資源則を改めて近代的土地支有制度を認める土地法の施行など、 踏み込んだ改革が進められた。そして、カモンド家の支配するオスマン銀行も設立された。改革と戦争の遂行は、西欧列強からの多額の借款を必要とし、さらに貿易拡大から経済が、西欧諸国への原材料輸出へ特化したことで、農業のモノカルチャー化を招き、帝国は経済面から繁殖民地化していった。 この結果、ヨーロッパ経済と農産品収穫量の影響を強く受けるようになった帝国財政は、1875年、西欧金融強行と農産物の不作が原因で破産するに至った。こうしてタンジマートは抜本的な改革を行えず挫折に終わったことが露呈され、新たな改革を要求された帝国は、1876年、大宰相ミドハトパ社の下で、 オスマン帝国憲法を交付した。憲法は、オスマン帝国が西洋型の法治国家であることを宣言し、帝国議会の設置、ムスリムと非ムスリムのオスマン親民としての完全な平等を定めた。しかし憲法発布から間もない1878年、オスマン帝国はロシアとのロト戦争に完敗。帝都イスタンブール聖光のサンステファノまでロシアの進軍を許した。 先制体制復活を望むアブデュルハミト2世はロシアとはサンステファノ条約を結んで講和する一方で非常事態を口実として憲法の施行を停止した。これ以降アブデュルハミト2世による先制政治の時代が始まる。しかし一方ではオスマンサイム管理局などを通じて帝国経済を掌握した諸外国による資本投下が進み都市には 西洋文化が浸透した。アブデュルハミトが先生政治を敷く影で西洋式の近代教育を受けた青年将校や下級管理らは先生による政治の停滞に危機感を強めていた。彼らは1889年に結成された統一と進歩委員会をはじめとする青年トルコ人運動に参加し憲法復活を求めて国外や地下組織で 反政権運動を展開した。1891年には、時事新報記者の野田翔太郎が、日本人として初めて、オスマン帝国に居住した。エンベルパシャ1922年11月、ドルマバフチェ宮殿を後にする、最後の皇帝メフメト六世。この写真が撮られてから数日後、彼は、英国の戦艦で、サンデモに亡命。1926年に、 同地で没した。1908年、サロニカの統一派を中心とするマケドニア中流軍の一部が放棄して、無血革命に成功、県政を復活させた。彼らは1909年に保守派の反革命運動を鎮圧したものの、積極的に政治の表舞台には立つことはなかった。しかしバルカン戦争中の1913年になると、 ついに統一派はクーデターを起こして、大宰相を暗殺し、中核指導者タラートパシャ、エンベルパシャらを指導者とする政権を確立した。バルカン戦争の敗北によって、ヨーロッパのオスマン領の大半が失われると、統一派政権は、次第にムスリムナショナリズムに傾斜していった。またバルカン戦争より帝国では、経済におけるナショナリズム路線である、民族経済政策が議論され始めた。 第一次世界大戦の勃発後にはカピチュレーションの一方的な廃止が宣言されている。この間にもサロニカを含むマケドニアとアルバニアが1911年には井戸戦争によりリビアが帝国から失われた。バルカンを創出した統一派政権はハンスラブ主義拡大の脅威に対抗するためドイツと同盟に関する密約を締結し1914年に 第一次世界大戦には同盟国側で参戦することとなった。この戦争でオスマン帝国はアラブ人に反乱を起こされガリポリの戦いなどいくつかの重要な防衛戦では勝利を収めた者の,の劣勢は覆すことができなかった。戦時中の利的行為を予防する際にアルメニア人虐殺が発生し後継となるトルコ政府も事件の存在自体は認めているが 犠牲者数などをめぐって、紛糾を続け、未解決の外交問題となっている。1918年10月30日ムドロス、休戦協定により帝国は降伏し、国土の大半はイギリス、フランスなどの連合国によって占領されるとともに、イスタンブール、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡は、国際監視したアナトリア半島も英外海に隣接する地域はギリシャ、 統治下となった。そしてアナトリア東部においてもアルメニア人、クルド人らの独立国家構想が生まれたことにより、オスマン帝国領は事実上、アナトリアの中央部分のみとなった。敗戦により統一派政府は、画界、首謀者は亡命し、この機に皇帝メフメトロクセイは、先制政治の復活を狙って、連合国による帝国各地の選挙を許容した。さらに、 連合国の支援を受けたキリシャ軍がイズミルに上陸、英華海沿岸地域を占拠した。この帝国分割の危機に対し、アナトリアでは、一時期統一派に属しながら統一派と距離を置いていた、大戦中の英雄ムスタハケマルパシャを指導者として、トルコ人が多数を占める地域の保全を求める運動が起こり、1920年4月、アンカラにトルコ大国民議会を組織して、 抵抗政府を結成したが、オスマン帝国政府はこれを反逆と断じた。一方、連合国は、1920年、講和条約として、セーブル条約を、メフメト6世は締結した。この条約は、オスマン帝国領の大半を連合国に割上する内容であり、ギリシャにはイズミルを与えるものであった。この結果は、トルコ人のさらなる反発を招いた。 ケマルを総司令官とするトルコ軍はアンカラに迫ったギリシャ軍に勝利し、翌年にはイズミルを奪還してギリシャとの間に休戦協定を結んだ。これを見た連合国はセーブル条約に代わる新しい講和条約の交渉を通告。講和会議にメフメト6世のオスマン帝国政府と共にケマルのアンカラ政府を招整した。1922年、ケマルは オスマン国家の二重政府の解消を名目として、パーディシャーとカリフの分離とともに、帝政の廃止を大国民議会に決議させた。ハテ廷メフメト六世はマルタへ亡命し、オスマン帝国政府は、明日ともに滅亡した。翌1923年大国民議会は、共和制を宣言し、多民族帝国オスマン国家は新たに、トルコ民族の国民国家トルコ共和国にとって変わられた。 トルコ共和国は1924年、訂正の廃止後も、オスマン家に残されていたカリフの地位を廃止。オスマン家の生員をトルコ国外に追放し、オスマン帝県は完全に消滅した。余え館を着用するスレーマン一世の像。この余え館はスレーマンがイタリアの近在区職人に作らせたもので、ローマ教皇の三重館を意識したものだと言われている。 オスマン帝国の国家の仕組みについては近代歴史学の中で様々な評価が行われている。ヨーロッパの歴史家たちがこの国家を典型な東方的、先制帝国であるとみなす一方、オスマン帝国の歴史家たちはイスラムの伝統に基づく世界国家であるとみなしてきた。また19世紀末以降には民族主義の高まりからトルコ民族主義的な立場が強調され、 オスマン帝国の起源はトルコ系の遊牧民国家にあるという議論が盛んに行われた。20世紀前半にはヨーロッパにおける東ローマ帝国に対する関心の高まりからオスマン帝国の国政と東ローマ帝国の国政の比較が行われた。ここにおいて東ローマ帝国滅亡から間もない時代にはオスマン帝国の君主が ルームの返せると自称するケースがあったことなどの史実が掘り起こされたり、帝国がコンスタンティノープル総主教の任命権を通じて東方正教徒を支配したことが東ローマの皇帝教皇主義の延長とみなされる議論がなされ、オスマン帝国は東ローマ帝国の継続であるとするネオビザンチン説も現れた。このようにこの帝国の国政の起源には、 様々な要素の存在が考えられており、古典オスマン体制と呼ばれる最盛期のオスマン帝国が実現した聖地な制度を考える上で興味深い論議を提供している。オスマン帝国の国政が独自に発展を遂げ始めたのはおおよそ村と一世の頃からと考えられている。帝国の拡大に伴い次第に整備されてきた制度はスレーマン一世の時代にほぼ完成し、 皇帝を頂点に、君主専制、中央集権を実現した国家体制に結実した。これを古典オスマン体制という。近代化された後のオスマン帝国陸軍軍勢は、当初はムスリムトルコ系の戦士、基準したムスリムトルコ系の戦士、元東ローマ帝国の軍人らを合わせた自由身分の機兵を中心に構成され、 さらにアッパース朝で発展していたマムルーク制度のオスマン帝国版の常備軍などが編成され、常備不評軍としてイエニチェリが組織化されたが、これらの組み合わせにより、騎兵不評らによる複合部隊による戦術が可能となったため、オスマン軍の軍事力が著しく向上することになり、彼らはカプクルと呼ばれる常備軍団を形成した。カプクルの人材は主に、 キリスト教徒の指定を徴収するデブシルメ制度によって供給された。カプクル軍団の再生鋭である常備不評軍イエニチェリは火器を扱うことから軍事革命の進んだ16世紀に重要性が増し、地方、中央の騎兵を駆逐して巨大な常備軍に発展する。ちなみにこの時代、欧州はまだ常備軍をほとんど持っていなかった。 金閣湾内のオスマン艦隊オスマン帝国の主要、海軍基地はガリポリスであったが、ここに闘病する艦隊の指揮官は、ガリポリスの三弱米が平時には務めており、戦時に入ると海洋のベーレルベ米であるカプタンパシャが葬式を取ることになっていた。オスマン帝国は当初から海軍の重要性を考慮していたらしく、オスマン帝国初期に小アジアで活躍した海のガーズイから、 帝国領土が拡大していく中、英外海、地中海、国海などに面する地域を併合した際にその地域の保有する艦艇を吸収して拡大していった。オスマン帝国が初めて造船所を建設した場所はカラミュルセルであるが、後にガリッポリスを占領すると、さらに規模の大きな造船所が作られたことにより、オスマン帝国はダーダルネス海峡の正海峡を確保することができた。 そのため、1399年に、バヤジと一世がコンスタンティノープルを包囲した際、東ローマ帝国救援に向かったフランス海軍を撃破している。ただし、1453年、コンスタンティノープルの占領に成功すると、コンスタンティノープルに、さらに規模の大きな造船所が築かれたため、ガリポリスの造船所はその価値を下げることになった。15世紀に入ると、ジェノバ、 ベネツィアとの関係が悪化、これと交戦したが、16世紀になると、オスマン艦隊は、エーゲ海、地中海、イオニア海、黒海、航海、アラビア海、ペルシア湾、インド洋などへ進出、事実上、イスラーム世界の防衛者となり、キリスト教世界と戦った。帝国の領土は、直轄州、独立再三州、従属国からなる。属国、ワラキア君公国。 モルダビア君公国、トランシルバニア君公国、ドゥブロブニク共和国、モンテネグロ公国、ヒジャーズなどは、君主の任免権を帝国中央が掌握しているのみで、原則として自治に委ねられていた。独立再三州は、州知事など要職が中央から派遣される他は、現地の有力者に政治が任せられ、就業制の余剰金を中央政府に上納するだけであった。 ヨーロッパ方面の領土において、ビザンツ帝国やブルガリア帝国時代の大貴族は没落したが、小貴族は存続を許されてオスマン帝国の制度へ組み込まれていった。オスマン帝国が発展する過程として、戦士集団から君行国、帝国という道を歩んだが、戦士集団であった当初は遊牧民的、移動集団であった。特に初期の首都であるソユト、ィレジク、 家にシェヒルなどは、東映知的性格が強く、首都と地方との明確な行政区分も存在しなかった。そして戦闘が始まれば米、もしくはベーレル米が指揮を取ったが、ベーレル米は村と一世の時代に、進化のララシャヒーンが任ぜられるまでは、王子が務めていた。村と一世の時代まで、行政区分は、不明確であったが、従来の通説では14世紀末、米、 林やしの説によれば15世紀初頭にアナトリア方面においてベーレルベーが任命されることによりベーレルベーが複数任命されることになった。その後アナトリアを管轄するアナドルベーレルベー水廃下のアナドルのベーレルベー陸とルメリを管轄するルメリベーレルベー水廃下のルメリのベーレルベー陸によって分割統治されるようになった。この時点ではベーレルベーは 大軍管区長官の性格を持ち、ベーレルベ陸は大軍管区の性格を持っており、当初のベーレルベは軍司令官の性格が強かった。しかし、次第に帝国化していくことにより、君主先制的、中央集権的体制への進化、さらに帝国の拡大により、ベーレルベイ、ベーレルベ陸はそれぞれ地方行政官的性格をも合わせ持つことにより、大軍管区も 中の性格を、大軍艦区長官も、総督としての性格をそれぞれ合わせ持つようになった。ベーレル米とベーレル米陸の下には、三尺三尺米が置かれた。これは後に県、及び県庁としての性格を持つようになるが、後に、これらベーレル米陸、三尺は、オスマン帝国の直轄地を形成することになった。なお、ベーレル米陸は、後に、エアレとビライトと、 故障が変化する。さらに、オスマン帝国領には、イスラーム法官らが管轄する裁判区として、ガザが設置されていた。県はいくつかのガザで形成されていたが、イスラーム法官は、県知事、州知事らの指揮命令に属しておらず、全体として、相互補完相互監視を行うシステムとなっていた。そしてその下にナーヒエ、さらにその下に、虚偽があった。当初、 地方行政区画としては、アナドル州とルメリ州のみであったが、ブダを中心とする、ブディ州、トゥムシュバルを中心にするトゥムシュバル州、サラエボを中心とする、ボスナ州が16世紀末までに設置され、それぞれその下に、ベーレルベーが設置された。さらに16世紀に入ると当地地域が増加した、ことにより、戦艦水域も拡大した。そのため、海洋にもベーレルベが設置され、 カプタンパシャが部任した。中央では皇帝を頂点とし、大宰相以下の宰相がこれを補佐し、彼らと軍人法官、財務長官、国事省書から構成される、午前会議が最高政策決定機関として機能した。17世紀に皇帝が政治の表舞台から退くと、大宰相が皇帝の代理人として全権を掌握するようになり、 旧廷内の御前会議から大宰相の皇帝である大宰相府に政治の中枢は移る。同じ頃、旧廷内の御前会議事務局から発展した官僚機構が大宰相府の所管になり、名誉職化した国事証書に代わって実務のトップとなった初期官庁、多在祥府の幹部である大宰相祥用人などを頂点とする高度な官僚機構が発展した。 大最小府の門中央政府の官僚機構は、軍人官僚と、法官官僚と、初期官僚の三つの柱から成り立つ。軍人官僚の内エリートは、宮廷で、スルタンに近似する故障や、立ち持ちなどの役職を経て、家にチェリの軍団長や県知事、州知事に採用され、キャリアの頂点に、中央政府の最小、大最小があった。 公開官僚は、メドレセでイスラム法を治めた者が担い手であり、軍行政を司り裁判を行うカーディのほか、メドレセ教授やムフティの公職を与えられた。カーディの頂点が、軍人法官であり、ムフティの頂点が、イスラムに関する事柄に関する帝国の最高権位たるイスラムの長老である。初期官僚は、初期局内の徒弟教育によって供給され、 はじめは、数も少なく、地位も低かったが、多財娼府のもとで、官僚機構の発展した17世紀から18世紀に、急速に拡大し、行政の要職に就任し最小に至る者も、も現れるようになる。この他に、官,官を宮廷者駅以外にも徴用し、官,官出身の州知事や、最小も少なくない点も、オスマン帝国の人的、多様性を示す特徴と言える。 これらの制度は19世紀以降の改革によって次第に西欧を真似た機構に改められていった。例えば初期官庁は外務大臣、大宰省容人は内務大臣に改組され、大宰省は午前会議を改めた閣議の長とされて事実上の内閣を率いる首相となった。しかし、例えば西欧法が導入され、世俗法廷が開設されても一方では、 シャリーア法廷がそのまま存続したように、イスラム国家としての伝統的、根幹的な制度は、帝国の最末期まで廃止されることはなかった。帝国の起源がいずれにあったとしても、末期のオスマン帝国においては、国家の根幹は常に、イスラムに置かれていた。これらのイスラム国家的な制度に、改革の手が入れられるのは、ようやく20世紀前半の統一派政権時代であり、 その推進は帝国滅亡後のトルコ共和国による急速な世俗化改革を待たねばならなかった。宗教面オスマン帝国が最大半島となった時、その支配下は自然的地理環境や生態的環境においても多様なものを含んでおり、さらに歴史的過去と文化的伝統も多様なものが存在した。オスマン帝国南部であるアラブ圏ではムスリムが大部分であり、また、 その宗教は、オスマン帝国の支配イデオロギーであるスンナ派が中心をなしていたが、イラク南部ではシーア派が多数存在しており、また、現在のレバノンにあたる地域にはドールーズ派が多数存在していた。しかし、これだけにとどまらず、エジプトのコプト教とレバノン周辺のマロン派、シリア北部から、イラク北部にはネストリウス派が少数、東方キリスト教諸宗派、聖教と、 アルメニア教会派、カトリック、ユダヤ教徒なども、このアラブ圏で生活を営んでいた。そして、アナトリアでは11世紀以降のイスラム化の結果、ムスリムが過半数を占めていたが、ビザンツ以来のギリシャ聖教徒、アルメニア教会派も多数存在しており、その他、キリスト教諸宗派も見られ、ユダヤ教徒らも少数存在した。しかし、15世紀にイベリア半島で、 ユダヤ教徒排斥傾向が強まると、ユダヤ教徒らが多く、アナトリアに移民した。バルカン半島では、アナトリアからの流入、回収により、ムスリムとなる人々もいたが、キリスト教徒が大多数を占めており、聖教徒が圧倒的多数であったが、アドリア海沿岸では、カトリック教徒らが多数を占めていた。また、ムスリムとしては、トルコ系ムスリムとセルボクロアチア語を使用するボスニアの、 ムスリム、そしてアルバニアのムスリムなどがムスリムとしての中心を成していた。一方で1526年に占領されたハンガリー方面ではカトリックとプロテスタントの間で紛争が始まった時期であった。オスマン帝国はプロテスタント、カトリックどちらをも容認、対照的にハプスブルク帝国占領下であったフスハの本拠地、ボヘミアではプロテスタントが一掃されていた。 こうして、西欧では、キリスト教指摘となって、少数のユダヤ人らが許容されていたに過ぎない状態であったのと対照的に、オスマン帝国下では、イスラム教という大きな枠があるとはいえども、多種の宗教が許容されていた。民族オスマン帝国が抱え込んだものは、宗教だけではなかった。その勢力範囲には、同じ宗教を信仰してはいたものの各種民族が生活しており、 また、言語も多種にわたった。オスマン帝国元来の支配層は、トルコ人であり、イスラム教徒であった。ただし、このトルコ人という概念も、トルコ語を母語しているということだけではなく、従来の母語から、トルコ語へ母語を変更したものも含まれていた。これは、オスマン帝国における、民族概念が生物学的なものではなく、文化的なものであったことを示している。 オスマン帝国の南部を占めるイラクからアルジェリアにかけてはアラビア語を母語として自らをアラブ人認識する人々が多数を占めていた。しかし、西方のマグリブ地域に向かうとベルベル語を母語とするベルベル人、そして北イラクから北シリアへ向かうとシリア語を母語としてネストリウス派を報じるアッシリア人が少数であるが加わった。 微妙な立場としてはコプト派でありながら、コプト語を宗教用にしか用いず、日常にはアラビア語を用いていたコプト教徒らが存在する。また、アナトリア東部から北イラク、北シリアにはスンナ派のクルド人らが存在しており、クルド語を母語としていた。元東ローマ帝国領であったアナトリアおよびバルカン半島ではギリシャ語を母語として、聖教を報じる。 ギリシャ人らが多数を占めていた。ただし、アナトリア東部と都市部にはアルメニア語を母語として、アルメニア教会派であるアルメニア人らも生活を営んでいた。バルカン半島では、民族、言語の分布はかなり複雑となっていた。各地には、オスマン帝国征服後に各地に散らばったトルコ人らが存在したが、それ以前、ルーマニア方面にはトルコ語を母語とするが正教徒である。 ペチネク人らも存在した。バルカン半島東部になると、ブルガリア語母語として、正教を報じる、ブルガリア人、西北部には、セルボクロアチア語母語として、正教徒である南スラブ系の人々、これらの人々は正教を報じた人々らは、セルビア人、カトリックを報じた人々らは、クロアチア人という意識をそれぞれ持っていた。しかし、ボスニア北部では、母語として、 セルボクロアチア語を使用しながらもムスリムとなった人々が存在しており、これらはセルビア人、クロアチア人からはトゥルチンとして捉えていた。オスマン帝国は勢力を拡大するとともにイスラム教徒以外の人々をも支配することになった。そのための制度がミレト制であり、サーサーアン・アサ、ペルシアなどで用いられていたものを採用した。この対象になったのはユダヤ教徒、 アルメニア教会派、キリシャ正教いたずらであった。また、成立時より、東ローマ帝国と接してきた、オスマン帝国は教会をモスクに転用した例こそ、あれども、東ローマ帝国親民を強制的にムスリム化させたという証拠は見られず、むしろ、15世紀初頭以来残されている資料から、東ローマ帝国親民をそのまま支配下に組み込んだ、ことが知られている。 このミンレトに所属した人々は人頭税の効能義務あったが、各自ミレトの長、ミッテとバッシュを中心に固有の宗教、法、生活習慣を保つことが許され、自治権は与えられた。これらミレト制はシャーリア上のズインミー制に基づいていったと考えられており、過去には唯一神を報じて、啓示の書を持つキリスト教徒やユダヤ教徒など、いわゆる、経典のミンラは、 ズインも与えられたズインビーとして、シャーリアを破らない限りは、その信仰、生活を保つことが許されていた。オスマン帝国はこれを受け継いでおり、もともと東ローマ帝国と接してきた面から、聖教を奉じ、ギリシャ語を母語とする、ローマ人にして、聖教徒というアイデンティティのもと、ムスリム優位という不平等をもとにした共存であった。このミレト星は、 過去に語られた、オスマン帝国による圧政を意味するのではなく、オスマンの平和いわゆる、パックスオトマニカという面があったということを意味しており、20世紀以降激化している中東の紛争、90年代の西バルカンにおけるような民族紛争、宗教紛争もなく、オスマン帝国支配下の時代、平穏な時代であった。ユダヤ人の宗派共同体は、東ローマ帝国時代から、 すでに存在した。1453年にコンスタンティノープルがオスマン帝国領となると、その民レトは東ローマ帝国時代と同じ待遇で扱われることを認められ、公認のラビが監督することになった。オスマン帝国はユダヤ人ということで差別することがなかったため、オーストリア、ハンガリー、ポーランド、ボヘミア、スペインなどからの移民も分け隔てなく受け入れた。 ただし、これら新規に流入したユダヤ人たちはまとまりを欠いたため、オスマン帝国が母む場所を任命して、これら小集団と化したユダヤ人らを統括した。なお、バヤジと二世の時代にはユダヤ人らを交遇するように命じた勅令を発布している。アルメニア人らは愛称論者が多かったため、東ローマ帝国時代から異端視される傾向が強かった。そのため、 東ローマ皇帝によって、カフカースからカッパドキア、キリキア移住させられ、小アルメニアを形成することになった。アルメニア本土は、セルジューク軍、モーコ軍、ティムールなどの侵略を受けたが、小アルメニアは、なんとか自立を保つことができた。その後、オスマン帝国の侵略を受けたが、小アルメニア、アルメニア本土はすぐに、オスマン帝国領化することもなかった。しかし、 メフメト2世の時代、アルメニア人らのミレトが形成されたが、アルメニア本土がオスマン帝国領になるのは1514年のことであった。ギリシャ聖教徒のミレトには、ギリシャ人、ブルガリア人、セルビア人、ワラキア人らが所属した。彼らはバルカン半島の主要な民族であったために、メフメト2世がギリシャ聖教宗主教にゲンナデオス2世を任命して、 ミッテト統括者にしたように重要視された。なお、ルメリ地方にミッテト制が導入されたのは、メフメト2世以降であり、コンスタンティノープルが陥落するまでは導入されなかった。なお、このミンデトには、上記民族以外にもアラビア語を母語とするキリスト教徒、トルコ語を母語とするキリスト教徒らも含まれることになり、キリスト教徒としての意識を持ってはいたが、それ以上に母語をもとにした。 民族意識も二次的ながら存在していた。しかし、オスマン帝国の首都がイスタンブールであったため、イスタンブールにあった全地宗主教座を頂点とする正教会上層部がこの主導権を握ることになったため、ギリシャ系正教徒が中心をなし、ギリシャ系正教徒が著しく重きをなした。これに対して、過去にステファン・ドゥシャンが帝国を築いたという、 輝かしい過去を持つセルビア系聖教徒らは反感を持っており、1557年、ボスニア出身の元聖教徒で大宰相となったソコルルメフメト・パシャの尽力によりセルビア総主教座を回復したが、これはイスタンブールの総主教座の強い抗議により1766年に廃止された。この例を見るように、オスマン帝国支配下の聖教徒社会の中では、 ギリシャ系の人々が強い影響力を持っていた。イスタンブールの総主教を中心とする、聖教会は、オスマン帝国内だけではなく、オスマン帝国外にも信仰上の影響力があった。コンスタンティノープル陥落以降、教育機関が消滅したが、イスタンブールの総主教座の下では、聖職者養成学校が維持され、さらにアトスさんの修道院も維持され、 その宗教寄進もスルタンに承認されていた。これらのことから、教会の上位聖職者は、ギリシャ系が占めることになったが、これは非ギリシャ系聖教いたずらに対して、ギリシャ化を促進しようとする傾向として現れた。18世紀になると、アルバニア系聖教トラがアルバニア語を用いて、教育することをオスマン政府に要請したが、これはギリシャ系聖教会の手によって握りつぶされ、 ファナディオテスがエフラク・ボーダンの勲功になったことにより、ルーマニア系聖教徒に対してギリシャ系の優位とそのギリシャ化を推進しようとした。さらに、法律の世界でも聖教会が重要な位置を占めており、東ローマ時代には皇帝の権力のもと、司法と民政を担っていたが、オスマン帝国支配となると、裁判などにおいて当事者が聖教徒同士である場合、 聖教会に委ねられることになった。そのため、ムスリムらの固有法がシャーリアであったのに対して、聖教徒らはローマ法が固有の方であった。イズニク陶器の水差しイスラムの伝統様式を発展させ、オスマイ建築と呼ばれる独特の様式を生み出した。オスマン帝国では15世紀末、イズニクにおいて飛躍的に陶芸が発達した。これをイズニク陶器と呼ぶ。 中国陶器の影響を受け、初期には青と白を基調にし、後に伊豆肉ならではと言われた赤色を使用したものが生まれた。これらの陶器は皿などの一般的なものだけではなく、モスクや宮殿も彩った。17世紀に入ると徐々に伊豆肉での陶器製造は衰え、テックフールサライやキュタヒアが後を継いだが、伊豆肉を超えることは叶なわなかった。しかし、伊豆肉陶器の影響は、 オスマン帝国属州に広がり、シリア、チュニジアなどで製造されたタイルには、その影響が強く見られる。オスマン帝国の宮廷では、死が、特権的な立場を得ていた。スルータンの多くが試作にふけり、また、プルサ、エディルネのようなキュートや後に加わった、バクダットなどでも作成され、宮廷詩人らは、メドレセで、アラビアやペルシアの文学を学んだ。その中でもバーキーや、 フズーリーなどの詩人が生まれた。学人イスラム世界から受け継いだアラビア文字の書道が発展し、絵画は中国絵画の技法を取り入れたミニアチュールが伝わった。アラブ音楽の影響を受けたリュート系統の弦楽器や笛を用いた繊細な宮廷音楽とティンパにチャルメララッパや太鼓の類によって構成された勇壮な軍楽とがオスマン帝国の遺産として受け継がれている。 16世紀の1683年、皇帝メフメト4世の知性の下、オスマン帝国は、勢力的に、最大半島を築いた。オスマン帝国の歴史学者らは、このオスマン帝国の最盛期や、その後の時代をパクスオトマニカと呼ぶ。ありがとうございます。